皆さん、こんにちは。たまです。2022年7月1日金曜日に映画ゆるキャンが公開されて約3週間が経過しました。毎週週替わりの入場者特典もあり、リピーターの方も多くいらっしゃるかと思います。ということで、この動画では映画ゆるキャンで個人的に好きなセルフオマージュ再現シーンの7選を紹介したいと思います。もちろん映画ゆるキャンには今回紹介する7個以外にもたくさんセルフオマージュがあるので、もしよかったらコメント欄で皆さんの好きなセルフオマージュについても教えてください。この動画には映画ゆるキャンのネタバレが含まれます。そのためまだ映画を見ていない方はここで動画を停止して映画を見終わった後にまた見に来ていただけるととても嬉しいです。またまだ見ていないという方にネタバレを見てもらいたいわけではなく、すでに見た方たちと感想を語り合いたいと思って動画を投稿しています。そのため Twitter などではネタバレコメントもしづらいとは思いますが、この動画のコメント欄では今回取り上げるシーンもそれ以外についてもネタバレオールOKなので、皆さんの映画ゆるキャンを見た感想、考察なども教えていただけるととても嬉しいです。それではこの動画の内容です。まずはランタンについてです。大人になったナデシコは秋島のアウトドアショップフォレストオールで働いていますが、そこに女子高生3人組が訪れてとあるランタンに興味を示します。そこでナデシコはランタンに火をつけることを提案。ランタンの炎に女子高生3人組はすっかり見とれてしまいます。いやー、このシーン映画ゆるキャンの中でも屈指の名シーンの一つですよね。ちなみにこちらのランタン、以前は外の火の塔という8500円のランタンがモデルではないかと予想していたんですが、スノーピークのノクターンというランタンがモデルではないかというコメントもあり、確かにデザイン的にそちらの可能性が高いとは思います。ちなみにノクターンの場合は5280円となっています。いずれにしても高校生が即決で買える値段では確かにないですよね。ということで、こちらのシーンの元ネタになっているのはご存知、アニメ一期の第8話でノクルの3人がミノブのカリブーに来て、そこで店員さんにランタンをつけてもらうシーンですよね。構図も似ています。この時こちらのランタンにナデシコは一目惚れしてしまいました。ちなみにこちらはコールマンのルミエールというランタンがモデルで、お値段は6980円となっていますが、作中では4690円でした。ナデシコはこの日にはお金がなくて買うことができませんでしたが、バイトをしてお金を貯めた後、アニメ2期の第4話で無事に購入することができています。いや、ナデシコがランタン買った時のこの顔マジで好きですね。面白い。ということで、映画でもこの女子高生たちは火をつけてもらった日には購入していないんですが、後日再度お店に訪れた際にこのランタンを買っています。女子高生3人組というところ、店員さんに火をつけてもらって欲しくなるところ、後日また購入しに来るところなど、10年前のナデシコたちがそっくりそのまま再現されてますよね。皆さんも自分が子供や学生の頃に関わった大人と同じ仕事に就いていたら、同じような体験したことがあったりするんでしょうかね。いや、自分は子供や学生と関わる仕事を一切してないので、残念ながらありません。ということで、ナデシコはこのことがきっかけとなり、ふと自身のキャンプを始めたばかりのことを思い出しますが、それがキャンプを楽しむようになったきっかけという原体験の記憶につながり、映画においては大きなターニングポイントになっていましたよね。本当にこのシーン考えた人、おそらく京極監督かと思うんですが、天才すぎだと思います。続いては段ボールについてです。早朝の山梨富士川町高折にタクシーで到着した後、ベンチで
寝てしまう千秋に、リンちゃんが段ボールをかぶせるシーンがありました。こちらは、アニメ一期の第4話、冬キャンプをしようと考えるノクルが、どうすれば夏用の寝袋でも、冬の夜を乗り切れるかを考えた時に、段ボールをかぶるというアイデアを出したシーンのセルフオマージュですよね。その際に、段ボールに梱包された千秋の写真を、なでしこはリンちゃんに送っていました。まさかそれが約10年の時を経て再現されるとは誰も思いませんでしたよね。いや、ゆるキャンのお笑い担当千秋、さすがです。いや、このシーンは初見時思わず笑い声を抑えることができませんでしたね。ゆるキャンの魅力の一つとして、ギャグが多くて笑いどころが多いところがあると思うんですが、映画でもいろいろと笑えるシーンがあって本当に楽しかったです。続いては、〇〇戦士、〇〇レンジャーについてです。アニメ一期の第11話、クリキャンでエナが全員分のサンタ衣装を持ってきたことで、年末戦士、サンタクレンジャーが誕生しましたが、映画では全員が作業着を着ることによって、週末戦士、作業着レンジャーが爆誕していました。何戦士の何レンジャーになるか、自分は建設戦士の開拓レンジャーになると思っていたんですが、まあ大外れでしたね。コメント欄でも多くの方が予想してくださっていたんですが、いや、完璧に当てた方はおそらくいなかったんじゃないかなと思います。ということで、高校生の時にやっていたことを大人になってもふざけてできるって最高に楽しいですよね。アメリカのカリフォルニア州で、高校時代から同じポーズの写真を5年に1回、1982年から40年間撮り続けてる5人組のおじさんたちがいるんですが、そんな感じの大親友って感じがしてむちゃくちゃエモいですよね。このおじさんたちみたいに、なでしこたちも定期的に〇〇戦士、〇〇レンジャーを続けてほしいですよね。続いては、お年玉ちょうだいについてです。年明け、身延山で初詣をする際に、犬子の妹、もはやチビではなく美大生になったチビ犬子が、千秋にお年玉をせがむシーンが映画にはありました。これは、アニメ2期第2話の初詣の際に、チビ犬子が千秋にお年玉をせがんだシーンが再現されています。いやー、いくつになっても千秋からのお年玉が欲しいチビ犬子、さすがです。また、ロープウェイに乗って犬子とチビ犬子が外の景色を眺めるシーンも映画で再現されていました。ちなみにこちらのロープウェイ、進む角度が90度違うのではとアニメ放映時に言われてたり言われていなかったりするんですが、映画でも同じ角度になっていましたね。ということで、チビ犬子が美大生になっていたっていうのは結構驚きでしたね。犬山姉妹、姉は小学校の先生で、妹は美大生ということですが、この二人は原作の方でもあまり将来の話や趣味の話はありませんでした。それぞれ映画ではキャンプ場作りに大事なエッセンスを加えてくれる存在ではあったんですが、この二人は映画の展開のために一番大きく新要素が加えられた存在かもしれないですね。続いては、ちくわだーについてです。キャンプ場の整備が進み、テストキャンプをすることになった5人、なでしことりんちゃんのもとにちくわが登場するシーンで、思わず2人がちくわだーと叫びます。アニメ1期第11話のクリキャンで、うさ耳カチューシャをつけてちくわが登場するシーンのセルフオマージュですね。ただアニメの時は二人のことを無視して、後ろで寝ているグビネーのブランケットの中まで駆け込んでいましたが、映画では約10年の時を経て、おじいちゃんになったちくわは、二人の手前で疲れてちょこんと寝ちゃっていましたね。おじいちゃんになってモフモフ度が増したちくわも可愛かったですよね。個人的にはちくわの後ろ足を指でちょんちょんするりんちゃんがツボでした。また映画終盤で、エナと散歩をするシーンは、いろいろなことを考えさせられる名シーンになっていましたね。
直接そういった描写をしていたわけではないんですが、遠くない未来に起こることをみんながなんとなく感じるようなシーンとして描いていたのは驚きでした。ただエナとちくわの愛情を感じる素敵なシーンだったと思います。ちなみにアニメ2期の最終話で飯田酒店に行った時にも、なでしことりんちゃんはチョコちゃんだと叫んでいましたが、この時もチョコちゃんは二人を素通りして千秋たちの方へ駆け込んでいきました。いやー、なでしことりんちゃんがワンちゃんを迎え入れる時にちゃんと二人の元へ到達してくれるワンちゃんが現れることは今後あるのでしょうか。続いてはパーフェクトシマリンについてです。映画終盤、完成したキャンプ場への道のりがわからないお客さんを助けに行くために、リンちゃんが古き良き相棒ヤマハビーノに乗って迎えに行くシーンがありました。いや、最後の最後までハラハラする展開があってめちゃくちゃ面白かったですよね。アニメ2期の第12話、西伊豆スカイラインへ行く前に千秋がパーフェクトシマリンを紹介するシーンがあったんですが、そこと同じ構図になっていました。年季の入ったビーノが任せろと言って最後の大活躍を見せる展開は少年漫画みたいな熱さがありましたね。若干ネタバレにはなってしまいますが、最近見たトップガンマーヴェリックでも似たような展開があったりして、いや、完全にこのシーンのリンちゃんはトム・クルーズでしたね。最後の最後までゆるキャンファンが何を見たがっているか汲み取ってくれる野外活動委員会、さすがすぎでした。最後はプロについてです。映画の最後、完成したキャンプ場には綾乃もキャンプをしに来てくれていました。しかしテント設営に手こずっているとなでしこを呼び手伝ってもらうことに。その時のなでしこのスムーズな設営を見て綾乃がさすがプロと漏らします。こちらはアニメ1期第1話、元栖湖の港湾キャンプ場でカレー麺を食べるためのお湯を沸かす時に鍋にすすがつくからと焚き火を使わずバーナーを使ってお湯を沸かすりんちゃんに対してなでしこが言ったプロみたいだねというセリフのセルフオマージュになっています。実際にアウトドアショップで働き、いろいろな人にキャンプの楽しさを伝えるプロになったなでしこ。そんななでしこが一番最初にキャンプのプロだと感じたのはりんちゃんでした。おそらくりんちゃんよりもキャンプ経験が豊富になったであろう今でも、なでしこにとっては相変わらずりんちゃんがキャンプの楽しさを教えてくれた人のままなんですよね。いやー、この構図本当にエモいと思うんですよね。なでしこが初めてりんちゃんと出会った時に感じたキャンプの楽しさ、それを映画ではなでしこが他の人に伝えたり、りんちゃんに再認識してもらうというのがめちゃくちゃいいですよね。いやー、映画ゆるキャンではりんちゃんの方がなでしこよりも主人公感が強かったと感じる人も多いかもしれませんが、やっぱりなでしこも主人公で、ゆるキャンはこの二人のキャンプのプロがダブル主人公なんだなぁと改めて感じました。なでしことりんちゃん、二人のキャンプのプロから始まり広がっていったゆるキャンの世界、そしてそのゆるキャンの影響でもはやブームではなくカルチャーとなったこのキャンプという文化、本当になでしことりんちゃんは楽しさを伝えるプロだと感じます。ということで今回の考察は以上です。今回の動画を見てまた映画ゆるキャンでどんなシーンがあったっけと気になった方はぜひまた劇場に足を運んでいただけると嬉しいです。また皆さんがこのシーンや映画ゆるキャン全体を通じて感じたこと、考察などもコメント欄で教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。動画内で皆さんのコメントを使わせていただく可能性もありますが、その際はお名前を使用させていただくこともありますのでご了承ください。ということで本日のまとめです。
この動画が少しでも面白いと思った方は、チャンネル登録、いいね、コメントなどしていただけると嬉しいです。最後までご覧くださって本当にありがとうございました。